セカンドキャリアは寿司屋っすね。バスケットは何だろうねえと決まった。はい、こんにちは。背番号6番大友龍太郎です。背番号12番福田洋平です。では一宿町の石市さんです。なんでこの2人なんですかね。共通点何かあります？何だと思いますか？何だと思いますか？龍太郎さんはよく釣りに。そうですよ、僕趣味が釣りで、海で魚釣って自分でさばいて食べたりとかしてるんですけど、僕は基本的にあの料理が大好きなので、まあ、お魚もさばいてみたいなと思ってますということで、我々ベルテックス静岡がですね、静前応援団に任命されました。ありがとうございますです。それじゃあ早速さばいていくってことなんで、前掛けしていきましょう。前掛けしてお店に入っていきたいと思います。行ってきます。よし、はい、静前応援団が行く天然鶏をさばこう。寿司市に店主、金龍太です。よろしくお願いします。もう40年以上、このお店でやっております。よろしく。静岡市水産漁港課の石田です。静前の PR 一直線です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。静前には美味しいものがいっぱい。静前というのは、静岡県静岡市の沿岸域のことを言います。ベルテックスさんと一緒になってですね、この静前を盛り上げていきたいということで、そんな思いで今回は、ベルテックスさんに静前応援団としてお願いしていきたいと思っています。おいしい魚をぜひ PR してください。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。私の港の3つ、もちむね、清水、ゆい、全部ついてます。素晴らしい全部つって、全部持って帰って食べてるんで、美味しさは多分食べてたよりも一番。ありがとうございます。今日はブリです。はい、じゃあブリですね。今日はブリですが上がってるというふうに聞いてるんですけども、ぜひちょっとブリ紹介してください。はい、10キロあります。でっか。これ今から下ろします。こっからね、こう、これもったいないから、なるべくこんぐらい落とす。はい、で最後に骨をねズボッと切ってやるけど、そこまでこうしてこう持っちゃう。こっちで顔入ってます。入ってる、うん、はい、あんまり無理しない。これでね、最後にねこのところの骨を切ってほしい。はい、ブスッてやるね、落ちるから。はい、それよっしゃー、いいよいいよ。はい、おー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 。ほんで骨をブスッ、はい、よっしゃー。これまで切ってほしい。これまで、はい。ここを持ちながら、はい、ここを持ちながらね、こうしてね剥がしていくんですよ。その時包丁をね、こうちょっと向こう、ぼっかし向けてこうしてやっていくとね、骨が切れますから。なるほど。ここを左手で持って、はいはい、そうそう、ポン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 やってみるとね、よし、はい、包丁はね、下に向けなきゃダメ。下に向けなきゃ。下に向けて。下に向ける。そうそうそう。よっしゃ。これまでうまく下ろせましたね。ここだけちょっと失敗しましたけど、これはどうせ食べれないところだから。
せなんかどうしようかな。そのままどうでした。これはこれでいきましょう。一回で声切れないから、何回も何回もやってるうちに自分がどこ切ってるか分からなくなっちゃう。失敗しました。あ、失敗することないよ。失敗じゃないです。失敗じゃないです。失敗じゃないです。セーフ。間に合いました。第二の人生。失敗から学びますからね、何事も。うまいね。やってんね。初めてじゃない。これ難しい。でも全然わかんない。寝かしてるもん、包丁。うん、寝かしてる。寝かしてます。うまいうまい、さすが料理男子で、この、あ、ここのとこね、トン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 骨を叩いて切ってくれる、はい、するようにすれば。これほら線が通ってるでしょ。この線のところ、ずーっと半分に切ってください。あれうまそうだ。あ、すごい。うまい。初めての経験でちょっとそのニヤニヤが止まんない。さあ、楽しかった。よっしゃ。おうとぎです。おうとぎ、静岡の山の奥静の朝です。へぇ、はい、ほんとだ、頑張って全然粘りが違う。粘ってる、粘ってる、どん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 頑張って頑張って。そんなに辛くはないと思います。皆さんで断定してください。綺麗だな。米よりわさびの方が多いですね、パッと見る。綺麗だな。いただきます。母さん、そんなの見てる。気持ちよいだろ。爽やかで最高です。最高だろ。気持ちよい。泣いてます。涙もこと涙巻きですもんね。え、感動したからです。そうでしょ。美味しそうですよ。ガチ。皆さん食べてみてください。うまい。あ、でもやっぱりチューブの味って全然違うんですよ、もちろん。なんか残んないけど、すっきり香りもすごいし、めちゃくちゃ美味しい。本日でもって左手でこれ。はい、左手でこれ。左手でこれ。はい。あの、うちっかし、うちっかしってこれ逆だよ。逆だ。逆だ。はい、逆だ。あさびを、あさび、あさび。はい。あさび、あさび。はい。で、こうつけます。はい、つけます。で、乗っけます。乗っけます。で、あの、軽く親指で押さえてください。もうちょっとこうなった方がいいかな。うん。軽く。こういう手で軽く親指で押さえていただいて、はい、で、さっと、さって言うんだよ、さ。で、そのままこっちへこう、はい、クリックします。はい、きたね。ひっくり返したら横押さえます。横、横押さえて、横を締めて、上を押さえて、今度この親指で中を突っ込む。親指見ます。親指、あ、こういうことね。親指で中突っ込む。はい、こうこう、これひっくり返してまたこうこう。簡単でしょ。こうこう、今見ました。こうこう、こう、もう一回やってな。こうこう、うん、でひっくり返して、あ、でもなんか濃くなってる。横押さえて、もう一回上に突っ込む。ほう、ん、で上から押さえて、で、出来上がり。はい、出来上がり。船の形になってるよ、こうして。船の形になってる。なってますよね。
脂がすごい、脂が、うん、すごい脂がすごい、うん、うん、うん、今やったの繰り返してどんどん握って、うまい、脂がやっぱすごいっすよ、醤油に油浮くぐらいすごいっすよ、ね、うまい、うまい、生きてる場合じゃないから、生きてる場合じゃないんだよ最初厳しいよ、大の人生があるんだろ、おー、頑張ろう、まだもうちょっと元気でプレーしてもらいたいんですけど、サッカー何年もすんだよ、バスケだよ、バスケだよ、バスケだよ、いい加減を、いい加減でバスケです、覚えてくれよ、バスケ、なんかもう手慣れてきてる、すごい、本当にこれですよ、あーでもなんか本当に親指すごい、スススッだ、あとやっぱ米がつかないってことですよ、これなんかマジうまい、ちょっとご飯がでかいくらい、まあいいんじゃないですかね、でも新鮮なんで、今全然こう柔らかくないっていうか、黒くないし、なんだこれ、すげえ好きだな、そうなんですよ、ありがとうございます、すごい、あ、もう、おー、早いね、取ってないよ、あ、そう、これ美味しいです、どうだ、寿司はならないか、セカンドキリ、え、なんか溶けし、え、毎度正直ね、あれだな、これ、あんま好きやなかったんですよ、あ、そう、これ、美味しいです、お寿司美味しかったですか？美味しかったですね。目玉作った上のお寿司、はい、どうですか、ご感想は？いや、もうやりだしたら止まらなくて、もうすごい無我夢中で作ったり、で、食べても美味しいので、最高でした。あ、バックドシューガンですね。ベルテック静岡、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。最初ね、こう、早すぎてね、全然分かんなかったんですけど、全然分かってね、リーディングで。はい、握ってるわね。はい、前回1日明日から右ですね、シングルシュー前回、前回、はい、間でいいですから、練習のシューティングの合間に、シューティングの合間に練習していただいて、はい、練習していきたいと思います、よろしくお願いします、はい、というわけで、いつまで応援なんか行く、全然ぶりをさばこうからの握ってみたでした、いつまで応援団もよろしくお願いします、寿司一さんもよろしくお願いします、ベルちゃんもよろしくお願いします、バイバーイ、高評価とベルちゃんの高評価とチャンネル登録お願いします、よろしく、よろしく。